永平寺仏殿永平寺は、福井県吉田郡永平寺町にある、総統州の仏教寺院。総持寺と並ぶ日本総統州の中心寺院である。三号王、吉祥山と称し、海山は、道元、本尊は、釈迦如来、魅力仏、阿弥陀如来の三聖仏である。寺門は、久谷山林道門。総統州の宗祖道元は、正治2年に生まれた。父は、 村上源氏の流れを組む名門小鹿野家の小賀の道地下であるとするのが通説だが、これには異説もある。幼児に父母を亡くした道元は仏教への志が深く14歳で当時の仏教の最高学府である比叡山延暦寺に登り仏門に入った。道元には天台の教えでは人は皆生まれながらにして本来悟っている仏性を持っているはずなのに、 なぜ厳しい修行をしなければ、悟りが得られないのかという強い疑問があった。道元は、日本臨在宗の宗祖である、賢人寺の英才に教えを超えたいと思ったが、英才は道元が出家した2年後に、すでに世を去っていた。非英産を降りた道元は、憲法5年に、賢人寺へ入り、英才の実機弟子である明前に指示した。しかし、ここでも、道元の疑問に対する答えは得られず、 真の仏法を学ぶには中国で学ぶしかないと、道元は考えた。死の明禅も同じ考えであり、彼ら二人は、死体ともども女王を二年に渡しそうする。道元は天道山慶徳寺の女城に入門し、修行した。女城の前風はひたすら座禅に打ち込む、士官多座を強調したものであり、道元の思想も、その影響を受けている。道元は、女城の法を継ぐことを許され、 4年余りの滞在を終えて帰国した。なお、一緒に、私そうした妙前は、渡航2年後に、現地で病に倒れ死去した。日本へ戻った道元ははじめ県民寺に従事、後には、深草に、強制寺を建立して、説法と著述に励んだが、旧仏教勢力の比叡山からの激しい迫害に遭う。旧仏教側の迫害を避け新たな道場を築くため、道元は、 神徒の一人であった越前国の土豪、秦野義重家の恋により、強制寺を去って、義重家の領地のある越前国志日の章に向かうことになる。還元元年のことであった。当初、義重は道元を義峰寺へ招いた。この寺は白山信仰に関連する天台寺院で、現在の永平寺より奥まった雪深い山中にあり、道元はここで一冬を過ごすが、 翌関元2年には、吉峰寺よりも里に近い土地に笠松盆、おさらぎ寺を建立する。これが、永平寺の階層であり、関元4年に、三号寺号を、吉祥三永平寺と改めている。寺号の由来は中国に、初めて仏法が伝来した後漢明帝の時の言語を、永平からであり、意味は永久の和平である。その後の永平寺は、二世公に永城。 三世、トール通り、義助の下で整備が進められた。義助が三大総論で下山し、四世、義援の進む十五は、外護者旗の氏の援助も弱まりでら勢は、急激に衰えた。一時は、廃寺同然まで推備したが、五世義雲が再興して、現在に至る基礎を固めた。義雲から十九世祖求までと、二十二世の上地祖天は弱縁派の十字であった。 略王三年には、陛下で、仮乱が消失、応仁の乱の最中の文明五年でも消失した。その後も火災に見舞われ、現存の書道はすべて近世以降のものである。境内配置図1、三門、2、仏殿、3、報道、4、騒動、5、大蔵院、六6、浴室、7、通す、8、消費戸の、9、手労道、10、直子門、11、指導殿。 12、中鈴目門。13、三昇閣、14、吉祥閣府官座禅儀転居。2000年までに指定の国宝、重要文化財については、国宝、重要文化財大禅別館による。永平寺は、純正一期と位置づける門前の再構築を、福井県や永平寺町と進めている。運営を、藤田観光に委託する宿泊施設、永平寺おやの宿。 白樹石が2019年に開業した。第1章第7節に、道元と永平寺義雲の中高と弱円派、福井県市通市編に中世、1994年。幕台岳、監修永平寺祖山笠松会編集、三章各天上へ大本山永平寺宮崎駅保、1983年12月。令和元年9月30日文部科学省告示。 第71号、国宝、重要文化財の指定について、相当宗広本山永平寺が整備する、宿泊施設の運営者に、決定2019年秋、福井県永平寺門前に宿泊施設を開業。藤田観光プレスリリース。2017年5月28日閲覧。永平寺親禅の宿、白樹石シンポジウム、原発は、二つの教えに背く。 永平寺、不言など、命名残へ来月2日、毎日新聞2011年10月14日、大阪長官。ありがとうございます。